ファミコンもできるし超楽しいっすね。ありがとうございます。で、じゃあここら辺、何年代ぐらいのものが多いんですかね。レギュラー、ここに T シャツがもうだからレギュラー系だからプリントと色でちょっと選、はい、もうノリで選ぶみたいな。そうですね。まあ音楽物とか何物とか分かれてるわけじゃないんですか。じゃないっす。で、ここら辺が羽織物系ですか。そうですね。新品もちょこっとやってて、はい、なるほど。ここら辺は新品系ですね。そうです。あ、トポっていうのはアウトドアのブランドですか。そうです、アメリカのアウトドアのブランドで。 あのバッグとかも。そうです、そうです。アメリカではすごい大人気なんです。そうですね、はい、これでも噂によると氷川さんがなんかまあなんかお手伝いされてるブランドって伺ったんですね、はい、なんで行ってもらったらアウトドア、日本のアウトドアショップとかをにこう紹介っていうか繋いでるみたいな。一応、はい、頑張ってるところです。トポデザイン。トポデザイン。トポデザイン。まあ、これ新品もいいですよね。これは軍物？軍物も、はい、やってます。これはアメリカ軍？アメリカ軍です。珍しいですね。ゴアじゃないの？ゴアですね。これジェネレーションじゃないの？あのファーストとかセカンドとかあれなんだっけ、エクワックスじゃないのかな、なんだろう、忘れましたけど、それですよ。いいな、この忘れましたでいいんですよ、本当に。もうね、ノリで。これなんだろう、これ。あ、でも軍物っぽいな。あ、これも。ライフウェアって、これアメヤパみたいなもんですか。あ、そうですね。アメリカの。あ、ユニオンメイド、ユニオンメイドっす。アメリカのアメリカによるアメリカ人が作ってるメイドイン USA。 へ、あ、こういうライフウェアってカットソーブランド、スウェット屋さん、まあ、T シャツもそうですね、カットソーブランドです。はい、あのすごいですね、オンスが。これすごいですよね。でもリバースイーブ編みなんで。あ、ほんとだ。で、今世の中リバースイーブ高いんで、確かに新品での方がいいんじゃないかなっていう。なるほど、はい、で新品で、まあ、1万、あ、でもね、これぐらいだから、はいはいはい。へえ、なんかいいっすね、こういうのも。さっきのやつ、ジェネレーション3のレベル6のエコワックス。お、やっぱジェネレーション3なんだ、はい、これ。もうファミコンとトラブルが気になってるのかな。気が気じゃないんですけど。へ、あ、でもこれはこんな珍しいっすね、このタグ。あ、新しめのものは。へ、こういうのもある。これなんか、これやばいっすね、これ。それはまあ、オリジナルの悪ノリっすね。なんかグルーヴ出てますね、これね。そうですね、グルーヴ出てますね。なんか、グルーヴ出てますね。これすごくない？これオリジナルで。オリジナルっす、はい。ね、ガラパゴスって書いてあるんですよね、これ。そうですね、そうですね。ガラパゴス、下なんだっけ。パーマネンタリープレジャータウン。ワダボリパーク。はい。これいいっすね、ギルダンボディで。はい、ギルダンいいっすね。あ、手頃な価格言っても大丈夫です。大丈夫です。これオリジナルは何色ぐらいなんですか。これはもうスウェットこれだけ。いや、一応4色ぐらいあったんですけど、それしかなくなって。で、 T シャツはもうちょっとあったりいいっすね。いや、なんかあっちのちょっと T シャツも見ていいっすか。はいはい。ここら辺もこれカセットは売り物じゃないですか。まあ言ってくれたらですけど、カセット聞くプレイヤーがうちありますけど、みんな持ってないんじゃないかな。はい、なるほど。これちょっと、これなんですか。これもオリジナル。オリジナルですね。3周年記念コーチジャケット。ちょっと見てもいいですか。はいはい。これもガラパゴスって書いてありますね。書いてますね。はい。ここ ガラパゴスって書いてあります、はい、明らかに。これちょっと着てみていいですか。はいはい。これもこの色しかないんですか。最初黒あったんですけど、黒なくなっちゃって。はい、はい、そうなんだ。やっぱね、このグルーヴですよ。グルーヴ多くを語らない。見る人が見れば伝わるだろうっていう、はい、あ、これ L かな。
エルです、はい。あ、なんか群馬のコヨーテカラーみたいでいいっすね、うん、はい、誰がどう見たってガラパゴスだ、はい、誰がどう見ても漢字で3って書いてある。そうですね、はい、これアニコーナー、これはもうラスイチですか。これそうです、これアニコーナーですね。あ、いいです、いいですよ。これはやっぱトラブルに合いますよ。なんかこれね、大人ならね、もうこれ見ればわかりますね、大人ね。そうですね、そうですね。これアニコーナーです。はい、はい、オリジナルの T シャツは、まあ、この辺ですね。いや、すごいな、これ。いや、これ、ここ一番グルーヴ強めですね。本当ですか。ガラパゴスの中でも、全然もう CD とブーンとあそこら辺で半分燃え尽きてる。ファミコンでかなり燃え尽きてるあります。これもやばくないですか。あ、まあ、さっきのスウェットの T シャツ版。T シャツ版、はい。ガラパゴスって書いてある。ガラパゴスですね。ここで見せようかな。なんかこれいいっすね。やっぱワダボリパーク効いてますね。そうですね。ワダボリパーク。これガラパゴスの字。そうです、そうです。はい。ここはアニコなんですね。いや、これ止まんないですよ、これ。これマジで止まんないですね。あ、これ黒もあるんですね。黒もあります。色違う、はい。はい。ここ一瞬ここに置いてもいいですか。全然全然、はい。いや、これちょっともうここちょっと やばいのこれ。あ、もうこれ全部アニコーナーに近いよ、これ。あ、もうこれ。もうこれ全部アニコーナーですね、これ。これもうこれやばいっすよ。で、これがさっき言ってた T シャツバージョンですね。感じですよね。感じですね。感じです。末広がり。これめっちゃいいな、これガラパゴス。これなんて書いてあるんですか。ガラパゴス。これ最高だな。こういうなんかこれからの季節はい、なんか爽やかかな。爽やかな、はい。あ、なんか映えますね。そう思います、はい。ビリヤードモチーフ、はい、ね、ビリヤードじゃない、これダルマかな。ダルマっすかね。ダルマだ。ダルマっす。いや、もうこれしびれますよ、これ。本当ですか。ああ、でもまあまあ店の名前書いてるだけなんで。だってこれガラパゴスって書いてます、はい、ね、思わずカメラも笑ってますこれの家族でね。そうですね、小さいお子様からお年寄りまで、はい、みんなでガラパゴス、ガラパゴスキッズ、ガラパゴスキッズいいっすね、はい、ガラパゴスベイビーとかいいっすね。これ相当いけ、これも M しかないですか。これいやいや、いっぱいありますよ。いっぱいありますか、はい、これもうね、もう あのラックとここはアニコーナーですよ。これもなんか面白いですね。イラストレーターに描いてもらった豪徳寺のカレー屋と一緒にやったやつですね。豪徳寺のウォホズマートっていうカレー屋さんと、カレー屋さんとコラボ、はい、このイラストのタッチはなんかモチーフあるんですか。これなんか流行りのブランドなのかなと思ってますけど。で、これは豪徳寺のカレー屋さん、ウォホズマート。何カレーが。キーマカレー、スパイスカレーって言ってない、柿山椒カレー。それはご飯で食べる、あの、なんで食べる、どっち系なんですか。ご飯です。ご飯の周りにあの野菜あって崩して食べてる。豪徳寺時々招き猫見に行きますよ。本当ですか。本当本当、招き猫も見に行くんですか。そう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 。あとだから共同とかね。ああ、結構好きです。でこっちはだから、そうですそうです、店の外観ですね。この中でいいっすよね、あの壁の色が。いいですよね。これお店やる時からこの色だったんですか。そうです。塗ったんですか。あ、最初からで、あのミッフィーちゃんの家を、あ、イメージ、はい。これでもクマいないですね。クマいないですね。ここのあのクマが俺の中ではグルーヴ。あ、本当ですか。ここにクマがいて、アメリカ古着もあるじゃないですか。ありますあります。と焼きそば、はいはい、焼きそばからアメリカ古着をちょっと横で悲しげに見てるクマが俺の中で、俺の中のガラパゴさん。ありがとうございます。でもすごいイラストのタッチもね、いいですね。本当もいいですね、はい、面白い。オリジナルいっぱいありますね、これ。これね、私に伝ってますよ、これ。あ、本当ですか。これね、分かる人には。そうなんですよね。分かる人には分かる。あれ、なんていうつぼりなんだろう、あれ。和田堀、なんていうんだろう。武蔵野園。あ、そうだ、武蔵野園っていう、はい、もう徒歩2分ぐらいかな。そうですね、はい。で、あそこの食堂すごく、あのね、美味しいんですよ。で、なんか、
久しぶりに僕行ったことあって釣り堀も行ったことあるんですけど、はいはい、で池の中にあれオブジェ、なんだろうあれ、なんなんですかね、本当にこれジョーズみたいな、いますね、はい、本当にいるんですよ。これ見てる人は分かるし、これ来た、ここ来た人は行ってみたらこれかみたいな、はいはいはい、であそこうまいですよ、結構つまみとか。でなんか孤独のグルメに出たんですよね。あ、ですよね。だ多分私行ったのはもっと前だったと思うんで。これガラパゴス。ガラパゴス、はい。釣り堀にはなってないですよ。なってないですね。武蔵野園とコラボ、勝手に妄想コラボみたいな感じですか。勝手に、はい、勝手に。でこれは 無許可。武蔵野園はこれ。武蔵野園には何も。ああ、はい、一番危ないです。これが本当ですか。これがいや全然危なくない。全然危なくないです。あとこんなもんですか。そうですね。それ長袖半袖。あ、こんなもんか。これはこれはこれもこれも俺グッときてるんですよ。これ友達のラーメン屋ですね。これはなかなかですよね。柴崎のハギーっていうラーメン屋の T シャツですね。これはもう女の子泣かねえぞグルーヴと、そうですね、もうガーシーグルーヴも出ますからね。これでも元々、あ、でもあんまそれ言うとあれだから、でもこれグルーヴと一緒だけ言ってみましょう。はいはい、ラーメン屋さん、はい、柴崎のハギー、ハギー、ハギーっていうラーメン屋さんがどこにあるんでしたっけ、はい、柴崎調布の手前ですね。そことのコラボ、これはボッツが、まあ、そこの制服ですね。あ、そうなんだ、はい、どんなラーメンなんですか。煮干しとかですか。煮干し、さっぱり系の煮干しとか、前は柚子塩とかチリトマとかだったんですけど、まあなんかいろいろありますね。これちょっと俺もちょっとやろうかな、アニードンとくらいみたいな、アニードン、アニードンとドリンクみたいな、あ、飲まない、はいはいはい、飲まないみたいな、はいはいはい、こういうなんかシャレが効いてて面白いですね。まだこういう動画のコンテンツとかをやる前に、やっぱりまあ原宿だったらサンタモニカとかシカゴとか、まあ、下北もそうですけど、なんかレギュラーもののこういう501とか、はい、まあ、90年代最後のアメリカ生産ぐらいまで、はい、およびまあアジア生産とかを、なんかねこのラックを見るとね、そのまあ、今もサンタモニカとかこういうスタイルで、もうここにこうやって例えば32とか書いてあるじゃないですか、はい、だから自分だったら今だったらオーバーサイズで履きたいんで35とか36、はい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 、だとこう来て、そうですね、どこだ、その山です、はい、ここか、これ40オーバー、36どこになるんだろう。あ、それが35と36で犬に噛まれちゃって、あ、だからここなんですよ。ここが、まあ、28に行けてこう来て、ここ35、36ぐらいが今、まあ、ジャストで33とか34なんで、オーバーサイド履きたいと、もうここを見ればわかるじゃないですか、はいはいはい、でここ噛んだんですよね、犬が噛んじゃって、はい、噛んだままをそのままにするのがまさにこの自然の生態系をいじらない、はい、外来種とかね、はい、池とかで乱れるじゃないですか、はい、だからここら辺にやっぱね日陰さんのガラパゴスの思い、ね、あるがままに、そうですね、そうですね、そうですね、そうですよね、はい、これだから36、これ35、36なんですね。そうです、そうです、なんか一周回ってこれでもアメリカ製にこだわってるわけじゃないですか。あ、全部アメリカ製ですよ。やっぱそこは、はい、なんか結構増えた、あんま変わんないしかないと。そうでしょうね、畳み直したりとか、うん、そんな程度なんか、いや、うわー、どうです、いや、なんかもうこんなんでいいんじゃないあ、まあ、うん、そんなんでですね。これで、俺はヨミルランド行ってアメリカンドッグ食いたいしなんか、それは大磯、はい、ロングビーチのプールとか行って、ね、はいはいはい、もう切っちゃってここも、はいはいはいこれ魚かなもんですね。あ、もう夏、この匂い懐かしいもん。本当ですか。あのサンタモニコとかシカゴとかレギュラー古着屋さんの匂いなんかいいっすよね。ここら辺もだって安いな。安いですね。まあ自然なダメージ入ってる、はいはいはい、これでも5800円だし、今だから最後の501も高すぎますよね。最後の501、あ、だから90年は最後のメイドインユーエスエー、はいはい、高いっすね。これなんか全然ダメージないじゃん。それ高いんじゃないですか。でも、まあ、葉っぱか、葉っぱはもうガラパゴス価格的に高い方なんです。あ、うちでは高いですけど。マジでこれ36、33ぐらいかな。まあだいたいパッチがこうやって取れちゃってると、まあ古いものだと消えちゃってるんですけど、あ、これ古いやつかな、白いやつかな、あ、これ大丈夫だ、ここで見れるんですよ。はいはいはい。
で表記が3832だから、まあ、縮んで実際36ぐらいで、まあ、竹切ってなければ30ぐらいな感じ。そうですね、でもこれで葉っぱいいですよね、うん、これでだってアメリカ製で、これね普通1号から下手すと2ぐらいな感じですね、うん、店によっては高いですよね、うん、これ普通のもう普通の色でいいじゃんっていうか、なんかはいはいはい、別にヴィンテージって分かりとかじゃなくてもなんかこれ落ち着きますね。だ8000、そう8000ぐらいなもんなんですよ、うん、高くても、いや本当に、はい、だからブラックデニムもこういう、これいくらだろう、7700円ですよ。これ安すぎますね、ガラパゴス世界中にいますよ、ガラパゴス安すぎ助かります。これブラックデニムもう本当色落ちしてって、オレンジステッチのもうほとんどグレーデニムみたいな、あって多分レングス短いから77にしたのかな、あそうかな、はい、でまあまあ短い人が履けばいいし、もう確かにそうですよね、はい、切っちゃってもいいし、はい、うん、3632でこれ切ってますね。でも36表記は俺結構すごい気分です。いや僕も36とか一番重要ある気がいいですよね、はい、なんかウエストがどこってよりこっからの見え方が、はい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 、私ぐらいの身長だと一番なんかもっと小柄な方だったら3433とかでもオーバーな感じだし、ねはい、女子とかだったら3132とかでもオーバーで履けるし、はい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 、だからマックス38ぐらいまで上げても結構こんな太い感じで、はいはいはい、履けますよね。これ7000なんだ。これもこれぐらいの色落ちでもいい。それとか高くしてるんじゃないですか。高いっつっても葉っぱがでもこれぐらいダメージあってもそうですね。楽しいな。うん、3632、ね、これあの見方を言っときますよ。パッチが消えてたらもうここを見てください。ここ3632でレングスはもう履いてみて、あの詰めてるものもあれば、はい、だいたい表記32だとだいたい30センチぐらい、あ30じゃない、あ30インチぐらいです。だいたい36も縮んでるんで、そうするともう自分で古着屋回るときに覚えられるんで、うん、しかもこれ安いな。安いですよね。安い。なんか普通の501やっぱ間違いねえな。これは相当色が濃いね。これ後染めですかね。これ後染めだ。うん？3632かなこれ。あこれ俺結構持ってるね。本当最後のやつだこれ。あ3636だ。あじゃあ危険ですね。これがもうこれ本当ラストですね。ラスト USA このタグです大体。ああそれか。大体これですね。だから私が10年ぐらい前デッドで変えてたのこのタグです。最後そのブルーのデニムとかも。その時いくらぐらいで買ってたんですか。12000とかデッドで、ね。あ今ね2とか25とか。そうっすよね。うん、へえ。このブロックいいっすね。これで9900円。でチャンピオンのスウェットとかは今あんまりない感じですか。リバースリーブもあんまなくなって、はい、あ軍パンとかも軍パンもちょろっとって感じですね、はい、65。あスモールレギュラーかなこれ。あこれ分かんない。これスモールレギュラーか。スモールレギュラーだ、はい、うわ安すごいですよね。そんなにダメージない。いや裾が、ああでもこれだったらもう気分ですねこんなん別にまだ堀公園そうですね。下でビール飲んだらこんなのね、はい、下でビール飲んで公園寺まで行ってコッピー飲んだらもうこうなりますね。こうなりますよ、はい、あと短パンで履くのもいいな。ああそうですね、短パンにしてましたよね。7800円。ここに切っちゃった。はい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 。軍パンもあって、じゃあチャンピオンも。やばいな。